動きが悪く見えるのかなっていうのもありますけどね。立ち合いがこう斜めにならなくなってからしばらく経つんですが、前の方が良かったんじゃないかという声もこの放送席半身になる相撲ですか。もともとね、なんか足が出てないよね今場所もっていう声があったんですね。だけど、半身に構えて一歩出して揃ってるんじゃ意味がないんだよね。それ以上踏み込めるかどうかっていうことなんで。立ち合い一歩足を出すって非常に大事なことなんですね。だから出すだけじゃダメなんですよ。出した足に体重が乗っていかないと。清涼は完全に、ね、左前みつ狙ってくるでしょうからね、その辺をどう取らせないようにするか。セロの相撲ですね。いい相撲ですね。だからこの辺で、ね、こう左の上手を引いてこう大きい相手も前に持ってくるようになったというのは、セロの自力がついてきた証拠かなと思いますよね。膝もね、だいぶ回復してきたんですよね。そうですね。勝って9勝2敗。